皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。伊藤沙莉が主演の NHK 連続テレビ小説「虎に翼月曜土曜8時土曜は1週間振り返り放送。7月26日は第85話が放送される。トラコもまた、光一と接するうちに変化が。写真、トラコ、ユーミ、光一の3ショット。玉、長谷川凪の将来を奪ったのは自分だと。 涼子桜井由紀自身も悩んでいたトラコ伊藤沙莉は二人の決断を応援するためまたいな田中真由美自身のためにも稲を良子たちに引き合わせるまたトラコは光一岡田正樹と接するうちに友達がいなくても強い心を持つ優美竹沢咲子の考えを尊重できるようになる朝ドラ110作目の「虎に翼」は 日本史上初めて放送の世界に飛び込んだ女性、三淵義子がモデルのオリジナルストーリー。戦前戦後に道なき道を切り開いた弁護士や裁判官など放送たちの情熱あふれる世界を描く。ヒロインのトラコを演じるのは、ドラマや映画、舞台において、シリアスからコメディーまで確かな演技力で活躍する女優、伊藤沙ラ。 恋せぬ二人で第40回向田国子賞を受賞した吉田恵里香が担当する。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。